海と日本。うちの裏漁協活魚センターにやってきました。この時期肝付町では私も大好きなあれがいただけるんです。案内してもらった先にあったのは、おー、いたよいたよ。うわ、出ました、エッガネですね。今が旬の伊勢エビ。県内トップクラスの漁獲高を誇る内野浦地区では、昔から親しみを込めて伊勢エビのことをエッガネと呼んでいます。そもそもなんでエッガネって言うんでしたっけ？縁起のいいカニ、ガネということでエッガネと言われております。またエッがエビで、ガネがカニということで、カニのようなエビ。昔は運動会のお重に蒸したエッガネが入っていたという話もあるほど、この地域で愛されてきた海のごちそうです。町内では現在秋のエッガネ祭りを開催中。期間中、飲食店ではエッガネ料理をいただくことができます。こちらのお店の定食にはボイル、味噌汁、そしてお刺身と3種類のエッガネが。刺身がやっぱり一番定食のメインかな、はい、こちらでございますね。プリプリと、はい、プリプリと、美味しい、はい、こちらでございますね、はい、お店一押しはエッガネのお刺身。醤油ではなく塩で食べるのがおすすめということで、ちょんちょんと、はい、お塩でございます。お塩でいただくとこれは半端ない甘みでございます。そしてまた身がプリップリとしてまして、旨味がギュッと凝縮された感じです。地元で採れる新鮮なエッガネだからこその美味しさ、旨味たっぷりエッガネ味噌うどんも人気の一品です。さらに祭り期間中は海の魅力を味わえるこんな体験も。太平洋に面した内野浦湾を漁船でクルージング。今ここの右に見えてるこのブイが浮いてますでしょ、定置網です。サバ、アジ、ブリ、もう何でも取れ入るという感じですね。保護区だからここは3年に1回しか解禁されませんけれども、もうずっと伊勢エビは保護区にいます。地元のベテラン漁師が漁師ならではの目線で自慢の海を紹介してくれます。魚が取れそうな雰囲気の場所でしょう。やっぱり自慢の場所です、うちの裏は。伊勢エビあり、もうさ、あの青物、定置網で魚がいっぱい取れるし、もうこんないい場所はないっていうぐらいいい場所です。海と日本プロジェクトでは、今月17日から25日までの期間を秋の海ごみゼロウィークと定めています。皆さんも県内各所に設置された拾い箱をぜひご活用ください。海と日本プロジェクト in 鹿児島は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。